岐阜県道88号ゲロ小坂線は、岐阜県ゲロ市三原から同志小坂町小坂町に至る県道である。岐阜県道88号ゲロ小坂線、ゲロ市萩原町場ねにて、起点のゲロ市三原の国道41号交点から、すぐ、生姜のトンネルになる。トンネルを出ると、JR 高山本線と共に日田川の右岸に沿って、北上する。JR ゲロ駅前を過ぎると、 ゲロ温泉の旅館やホテルが沿線にいくつか立ち並ぶ。まもなく、ゲロ市萩原地区に入る。萩原市街を右手に見ながら日田川湾に、沿い上流に向かい北上をする。JR 上流駅の対岸、ゲロ市萩原町尾崎でしばらく、岐阜県道98号宮萩原線と、重複している。岐阜県道98号愚萩原線と分かれる。たりで日騨川が90度大きく、 東にカーブしており、それに合わせて東に向かう。しばらく進むと、下路子小坂地区に入る。JR 日高小坂駅前を通過し、初めて日田川を渡る。旧国道41号線にぶつかり、右折する。旧国道41号を起点方向に戻る形で、下路子小坂町小坂町の国道41号交点が終点。 終点の小坂町小坂町は小坂町大坂町と読む。国道41号が日田川左岸を通っているのに対し、県道88号は日田川右岸を通る。萩原地区から小坂地区にかけては所々ろ境愛で、国道41号のバイパス的役割を果たすまでには至っていない。岐阜県道98号群萩原線との重複区間。 ゲロ市萩原町尾崎にて接続する岐阜県道4 4十号情勢、ゲロ停車場線、ゲロ市生姜のにて、岐阜県道88号ゲロ小坂線の生姜のトンネルの先で国道41号に接続するゲロ市生姜のにて、ありがとうございます。